がとうございます。今日はお出かけをしてきました。カピおじさん、南国さん、こんばんは。慎太郎さん、こんばんは。マシュさん、こんばんは。ちょっと昨日の話からしよっか。昨日はですね、雪国の年金ライダーさん、はやぶさ太郎さん、こんばんは。ポコさん、こんばんは。昨日はですね、ピン止めしてるコメント、それな、ああやばいやばい、ちょっと待って待って、一回待って、ちょっと待って、そうだった、よし。待って、先月何人だったんだろう、結局218人。230人とかの職ねえ、刻みすぎ。まあ目標は大きくいこっか。よし、250人しとこう。待って、南国さん、ハートありがとうございます。天使の分け前さん、鹿尾さん、ケンさん、こんばんは。カイトさん、流れ星ありがとうございます。慎太郎さん、マッシュさん、スペースシュスペースシャトルありがとうございます。総一さん、福内ありがとうございます。カンさん、こんばんは。白郎さん、こんばんは。ハートありがとうございます。ヤケルさん、こんばんは。3万よ270って何なん。伊賀の藤丸さん、こんばんは。そう、昨日ディズニーにね行ってきたんです、一人で。一人ディズニー何度目かのケンさん、落花生ありがとうございます。髪の毛明るくない、まあね、多少ね色落ちはしてるかもって感じ。もうちょっとしたら染めますけどね。ケンさん、流れ星ありがとうございます。のめのめさん、ハートありがとうございます。ドリーマーさん、こんばんは。そう、昨日行ってきたんだけど、グフさん、こんばんは。今ディズニーシーに行ってきたんだけど、今ねディズニーシーでダッフィーのさシリーズあるじゃないですか。の私、シェリー・メイちゃんっていうね、ダッフィーのお友達、女の子のお友達が好きなんだけど、なぜこの季節でスペースシュって書かないでなんか宇宙らしいよ、2月のテーマが、なんでか分からんけど。そうそう、でシェリー・メイちゃんが好きなんだけど、その子とあとステラ・ルーってウサギと、リーナ・ベルちゃん、新しいピンクのキツネと、あとジェラトーニっていうね男の子の猫がテーマのねストロベリーのやつ やってるんですよ、なんかイベントみたいなので。それのグッズでイチゴをこう抱えてるみたいな、イチゴにこうくっついてるみたいなストラップが出てたのよ。ともあきさん、こんばんは。グフさん、ハートありがとうございます。でそれがめっちゃ欲しくて、なんかね最近そういうの多くて、シェリーメイちゃんとかってか、ディズニーのグッズ、ちょっと待って、あるかな、あるんだけど、どこ行ったかな。ストラップ、これに出てきた、違う探してる時に、あれ違うなんでないの、あー、そうそうそう、これこれこれ、なんかね、こういうののここがイチゴバージョンみたいな、これね。カズーさん、カオさん、こんばんは。かわいい、カズーさん、もうこれまさにじゃん、
地球くまちゃんありがとうございます。わあ、ヤクルさん鬼は外いっぱいありがとうございます。え、そう、なんかグッズを買うのと、あと今タワーオブテラーがいつもとちょっとバージョンが違くて、期間限定でねバージョンアップしてて落ちる回数が多かったりとかしてるんだけど、それに乗りたくて行ってきたの。だからメインはその2つね、タワーオブテラーとそのグッズが欲しくて行ってきたの。そう、まさにこんな感じ。この地球のところがイチゴみたいな。シュウケンさん、ボイドさん、こんばんは。そうで、そうこれのここがイチゴみたいなやつが欲しかったんだけど、生産終了そう、ひろひろしさん、こんばんは。福内、ありがとうございます。このイベント3月31日までやってて、私が行ったのは昨日で1月31日だからあと2ヶ月あるのなんだけど、もう生産しないんだって。そう、完売。もう初日にもう転売ヤーが殺到しまして、ディズニーに。でもう全部買い占められてしまいまして、なんかでもそんな個数制限ないとかじゃないんだけど、やっぱ団体で来るんだって、そういう人たちって。でメルカリとかで見たら6,000〜7,000円とか、元の多分2000円台なんだよね。昔1800円とかで買えたんだけど、でもまあ今値上げして2200円とかなんだよ多分。でも3倍だからね。でもどうしても欲しいのよ。今すごい戦ってる自分の中の。本当にやめてほしい、マジで許せなくて。途中さ、なんかマジで萎えちゃって気持ちが、やばい、全然楽しくないと思って。しかもなんか閑散期って聞いてたから、閑散期って聞いてたから行ったのに、めっちゃ混んでるし、だからなんか90分超の待ち時間を3回並びました、気合でタワテラ。そう、3回並んで乗った。転売品買ったら負けだけど、でもさ、それを買わないと買えないんだよ。もう絶対ないんだって。なんか今ってアプリでチケット表示して入るのが基本だから、オンラインとかでも買えるのよ。そのパークに入園すると、ほら、例えば遠方から来てるから荷物ちょっと持って帰れないですっていう人もまあいるじゃんか、きっと。だからそういう人のために、例えばこういうね、シェリーメイちゃんのグッズとかでも、オンラインに在庫があれば、そのアプリの中から注文して後日お家に届けられますよっていう制度が今あって、でそのパーク在庫がなくてもオンラインに在庫があればそれができるんだけど、買う人がいるかと思います。そうなんだよね。でもさ、そうしないと買えないんだよ。そんな誰でもすぐ行けるわけじゃないのにさ、なんなの、本当に欲しかったの。マジで悔しかった。そうなの、受注してほしいの。ハメックさん、こんばんは。タコボーズさん、こんばんは。バンフィーさん、落花生と福内ありがとうございます。新一さん、こんばんは。そう、クッキーモンスターメガネさん、和弘さん、こんばんは。そう、発売開始日は確かね1月の15とか、そんな新年一発目とかではなかった気がする。なんか中旬ぐらいだった。だから多分まだ1ヶ月も経ってないんだよね。ドラメンさん、こんばんは。そうで、本当に悔しくて、うわ帰ろっかなとか思ったぐらい萎えちゃって。もうで、あとなんかね、最近ねカチューシャホルダーっていうのがね出てて、ディズニーのグッズで、それもいちごのメイちゃんのやつが売ってたんだけど、それはなんかでもオンラインもパークも在庫なしはなしなんだけど、あ、こういうやつ、こういうやつ、これ40周年ですごい可愛かったね。これ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 、こういうの。
そう、こういうのがさ今売っててね、結構いろんな種類が出てて、これは40周年のやつなんだけど、なんかねここがボタンになってて、こうやってさ、こうカチューシャがこうだとしたら、あ、ちょっと止まんない、そう、こうやってさ、こうカチューシャをかけとけるみたいな、でこういうところをこうバッグとかにつけて、でこうやってやるとカチューシャをここにつけておけるみたいなやつがあって、でこれのメイちゃんバージョンが出たんだよね。だけどこれはオンライン在庫もパーク在庫もなくて、でも完売っていうかその生産終了にはなってないのね。だからそれはまだ再販の可能性がある。だけど、まあ、いつになるかはわからないし確定ではない。なんだけどもうそのストラップの方は完全生産終了で、あ、ヤケルさん新ネタ一人目ありがとうございます、記念すべき一人目、そう、生産終了で、もう絶対に期間中でも追加生産にはならないんだって。そうだからさ、でなんかもうなんだっけ、チケットとかってさ、まあワンデーがだいたい8000円ぐらいから、1日ね投資券がまあ8000円ぐらいからで、まあ、日によってちょっと違ったりするんだけど、値段がねちょっと違ったりするんだけど、まあ高くて1万円ぐらいにのが1日遊べる券で、ね、何時だったっけな、5時か、いや6時ではないか、5時ぐらいからのやつも半額以上取られるのね。だからでもそれすごいもったいないけど、でもそういうの使ってでももう発売日に行かないとダメなんだって思った。そうだから購入品紹介とかしようと思ったのに買うのなさすぎて何にも買ってきてないし、今回本当に萎えた。なんか楽しかったけど一番楽しくなかったかも、今まででって感じ。もうマジで腹立つ、本当に欲しい。でもさ、なんかさ現地に行って買ったら自分で顔選べるけど、だけどさ選べないっていうか、なんていうの、そのそう発売日でも買えない可能性全然ある。そうなんかさ嫌じゃん、顔選びたいのよ、可愛い自分に刺さる顔があるのよ。だけどさそういうのが売ってるとも限らないしね、本当に悔しい。っていうか普通に、いやまあわかる、売り切れは人気だしね、普通にその転売目的じゃない人もさ絶対いるし、そんなのわかるけど、なんかその生産する気がないディズニーにもちょっと腹立ってんだよね。え、なんでなのっていう。別にいいじゃん余ったって、どうせ買うんだからみんなっていうね。もう本当になんでなの。あ、朝早く寝るねって、おやすみありがとう、ゆっくり寝て。ケイスケさん、モカさんこんばんは、ヒデさんこんばんは、ハートありがとうございます。そう、個数制限されてんだよ、されてんだけどなの。追加すねー、いやーでもさ、それにしてもさ、もう最初のさ2週間ぐらいしか限定商品なくて、あと2ヶ月売ってないってやばくないっていうね。え、でもなんかね、今ショッピングバッグみたいなの結構シーズン限定で出してて、それは欲しくてまあ買ったけど、もうこれのグッズめっちゃ買ってくるつもりだったのに何もないし、シャーなしクッキー買ってきた、缶が可愛かったから。これ残ってるかどうかはどっかのサイトだから、
え、わかるよ。え、マオがチケット買った時まで残ってたの、いろいろ。え、ディズニーに欲しい、欲しかったやつっていうか買おうと思ってたやつがあって行ったんだけど、何一つ在庫がなくて何にも買えなかったっていう話。高弘さん、リブダラさん、こんばんは。そう、アプリで在庫あるか 見れて、オンラインもパークも在庫が載ってるのよ、そのアプリの中に。で、マウがチケット買った時にはあったんだよね。そう、リベドラさん、ハートありがとうございます。私追加生産があると思ってた。一回なくなっても追加生産ある時も全然あるから。めぐみのさん、こんばんは。そう、だからそのカチューシャホルダーなんかは多分まだ生産があるんだろうしね、さすがに。もう、もう本当に悔しい。あ、テシテシさん、おやすみなさい。いや、オンラインで買っておけばっていうか、パークに入んないと買えないの。パークに入ってからオンライン購入ができるようになるんだよね。そう、アッキーさん、こんばんは。そう、なんかその本当に荷物を持って帰るのが大変な人が使うためのサービスって感じだから、そのただのネット通販じゃないっていうか。未来さん、こんばんは。そうなの、いちご、はあ、ピコットキャットラミコさん、こんばんは。しかもいちご味のクッキーなのこれ。風広さん、流れ星ありがとうございます。ねえ、今回何しないんだろうね。はあ、買うか、買うかって言ってもさ、そんなに出品数も多くないんだよね。もっと出すならいっぱい出してくんないかな。顔を選びたいんだよね、どうせ買うなら。やだね。しかもさ、あー、もうかわいい、ムカつく。ムカつく、なんだよこの値段は本当に。しかもダッフィーとかはいらないんだよね、単品で売ってほしい。全然売ってないんだけど、何これ、ほんとに嫌なんだけど、マジで許せない、本当に。許さないんだからね、本当。なんなの6000円って。これ元いくらだったんだろうな。で、いやでも2000円ぐらいだと思うんだよね、多分。2000円台なはず。ファンタンさん、サンちゃん、しめじじさん、ソーリーさん、こんばんは。こげつねさん、こんばんは。え、読んでるじゃん。しめじじさん、鬼ストありがとうございます。え、そう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 、入場料って思ったらまああれだし、まあさ、過去には戻れないじゃん。しかもさ、生産されないんだったらもうさ、こういうので買うしかないじゃんっていう。でもそれでも欲しいんだもん。しかもなんかこういうところに出てるのって、なんでこんなにさ可愛くない顔のやつが。もっと厳選して、みんな。
で、なんかいつもあの私がさ使ってるバニティバッグ、これで行ったんだけど、なんかこれにこうやってつけておくのね、いつも入場ってかインパする時って。でそれをイチゴのやつつけようと思って何もつけないで行ったのに、何も売ってないから結局何もつけないで回ってた人で。もうこれだけ、このクッキーだけ買ったの。マジで一家族2個とかまでにしてほしいな、ね、無理か。そしたら本当に欲しくても買えない人もいるもんね。ムムさん、沼さん、和夫くん、かがみさん、こんばんは。しめじさん、福和ちゃん、ありがとうございます。南国さん、なんだっけ、落花生ありがとうございます。けひらさん、こんばんは。のむさん、のむさん、ハートありがとうございます。ニックネームさん、こんばんは。まあ買うかもしれない、もしかしたら、わかんない。もう本当に嫌でした。本当にもう本当に人生で一番楽しくなかった。でもてか楽しくなかったっていうか、なんかすごい負の感情を抱きながら昨日は遊んでた。はあ。で今日はさっき変な時間からメイクして変な時間から出かけたんですけど、何をどこに行ってきたかと言いますとですね、あのなんとですよ、あのナナちゃんの舞台を見に行ってきました。イエーイ。いやガチで本当にはって思ってた。白やらバカさん、こんばんは。もうさ、マウが欲しかったのだけ綺麗になかったのだって、やばくない？あ、ちょっとマニキュア塗りますね。そ、マウが欲しいと思ってたやつだけ綺麗になかったんだよね。でしかもこれじゃないグッズも欲しいやつあったんだけど、それも在庫なかった。あと2ヶ月在庫枯らしたまま運営するのかと思って、そう、奈々ちゃんの舞台見に行ってきたの。え、なんかコメディって感じだったんだけど、男のデート言ってないよ、言ってないよ、そうだったんだけど、なんか面白くて、普通に面白さの中にもなんかあのちょっとこう考えさせられる部分があるっていうか、ただただなんか面白いだけじゃなくて、そう、なんかね、結構深いっていうか、面白さの中に深みもあるっていう感じの内容だったかな。私が感じたのはそういう感じだ。そう、すごいね、良かった、面白かった。そう、西村奈々子ちゃん、そう、なんかね、本当はね、終わったらご飯でもとか言ってたんだけど、あの今日サイン会がねその後にあって、ちょっとあの忙しいってことだったので、また後日って言ってくれました。だから会ったりはしてないんだけど。シグさん、こんばんは。バラありがとうございます。行こうかと、あ、え、あのね、面白かったよ、すごい。あの見たら私が言ってることがわかると思う、その面白さの中にもみたいなやつ。すごいグッとくるシーンとかもあってね、
面白かった。私自分は演技ダメですけど、見るのは好きなんですよね、そういう舞台とか。そうだからすごい面白かったよ、見応えがあった。お見送りはなかったかな多分、え、わかんない、すぐ出てきちゃったからわかんないけど、多分ないんじゃない。あ、当日券ね、あるって言ってた。当日券もあるのでよかったらって言ってたよ。そうそうそう、面白かったです。ディアさん、高見さん、こんばんは。あの会場の中にちょっともはやホーム、あ、やべー、ホームグラウンドみたい。あ、そうなんだ。ディアさん、こんばんは。そうそう、面白かったです。ご招待いただいたのよ私。そうだからね、あのお礼もね、ちゃんと連絡、お礼の連絡もしましたけど、そうそう、すごい、見に来てくれてありがとうって言ってくれた。すごいよね、かっこよかった。なんかでもさ、不思議な感じだよね、元メンバーがさ、なんかその演技をしてるっていうのを間近で見ることってあんまないからさ、まあ、ドラマとかねあったけどさ、でもなんかそういうのとはまたちょっと違って、やっぱこうほら舞台って生ものだから、そうそうそう、すごいね、良かった、新鮮でした。メンバーの舞台を見に行くってなかなかねないからね。なんか前に気づかなかった、気づかなかったんじゃない、多分わかんない、声かけられたりとかはしてないです。そうそうそう、なんだこの舞台、何度か見てけば帰れない。うん、で声もね、通りやすい声だしね、そう、楽しそうなのがすごく伝わってくる、こちらにも。キキさん、こんばんは。そうそう、素敵ですよね、いいですよね。私は本当に演技できないから、そうだからすごいなと。先週はそっか、プロの舞台で、みんな舞台とかやっててすごいね。ダメなんだよね、入り込めなくて。演技とかできる人本当にすごいと思う、女優さんとか。そう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 、サイン会がねあったの。そう、私はもう終わってすぐ出てきちゃったんだけどね。そう、女優さんとかねすごいよね、演技系のさお仕事されてる人ってすごい。本当にその感情にならないとダメとか思うさ。おもろいよね、絶対向いてないっていう。やったことあって、それだから。
卒業した当初女優って名乗ろうと思ったけど共演した人たちを見ておこがましいって、そうなんだ。りゅうくんこんばんは。そんなことないのにね、すごいよね。なんかさ、自分らしさも残しつつしっかり入り込めてるのがすごいなって思った今日見て。なんかその完全別人ではないのなんだけど、ちゃんとその舞台のさ、なんていうの、雰囲気っていうかに合ってるの。それがすごいと思って。ペンタさんこんばんは。そう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 、まああれだけどね、まあ役にもよると思うけどね、そういうなんかその完全別人になるかどうかはさ。そうだけど、なんかまあは今日見てそう思った。あ、須川さんこんばんは。今ちょっとねマニキュアを塗りながらピンクにしてみてます。だからなんか別に色つけたいわけじゃなくて、爪を伸ばしたいんだけど綺麗に伸びるかわかんないのでちょっと保護しとこうと思って一旦ちょっと塗ってみてる。ピンク、私って本当に爪の形が汚いからさ、綺麗になってほしくて伸ばそうと思ってるんだけど割れちゃったりするからね。ママって客観的に人を観察できるんです。いや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 、そんなことないよ、そんなことないけどさ。そうでもね、ほんとすごいなって思った今日。素敵な機会をねいただいたなと思ってありがたかったです。そう、色を別につけなくてもいいからと思って、なんか馴染みやすいこんな感じのピンクみたいなのを買ってきた。キムタクはキムタクみたいな感じでも人気だった。いやほんとそうなのよ。しかも私みたいにそのキムタク感が好きっていう人もきっと中にはいるからさ。そうなんだよね、まあ、それはねその人のキャラとかにもよると思うけどね。今日呼ばれたのはママだけだった。わかんない、そうなのかな。私普通にさチケットもらって普通のお客さんと一緒に入ったからわかんないんだよね。なんか関係者席とかじゃなかった全然。それも役柄にやって使うけどし、そう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 、多分そうだと思う。そうちゃんとね7個感も味わえましたよ。なんか見に、これから見に行かれる方はね、ちょっとぜひ期待して行ってみてほしいかなっていう。すごい面白かった。あっという間だったよ。ゴレヒロさんこんばんは。落花生とスペースシャトルありがとうございます。愛高幸さんこんばんは。まあまあターフ違うよ久しぶりに言われたわ。違います、めっちゃ純ジャパ、純日本人です。新潟と新潟のハーフだからもはやハーフでもないけどね、それね。そうです、濡れた。マジでやだ爪の形、本当に嫌い。マジムリ学園、そうだよ、私あれ断ってんのに、断ってんのにやらされたんだから。オジアと、いや違う、オジアと長岡のハーフ、国産米だよ
体って楽しいんだよね。自分好きにくらいは誰かしらの感じ。あ、そうなんだ。いいね、いいね。面白いよね。なんかさ、その同じ演目でもさ、完全に同じとかってないじゃん、舞台とかって。人間がさ作ってるものだからさ。そう、だから面白いなって思う、舞台とか。コンサートとかもそうじゃない？まあ日によってさ、例えば MC で話す内容が違ったりとかさするじゃないですか。そういうのやっぱ生ものってね。そうだよね。そうそうそう。そうだよ、マジムリ学園懐かしいね。あ、そうそう、アドリブとかでもそうそう変わってくるしね。そうだよ、もうね、全然A 班 B 班分けの時も両方分け。へえ、そうなんだ。ちょ、多少いいんじゃない。日暮らしはなんかもうガチ通行人 A みたいな感じ、ちょい役、役っていうかって感じだけどね。もう出てましたけど、なんか日暮らしの時もなんかオーディションとかやらされたんだよね。いいです、出なくてって感じ。もう私本当に嫌だったの、演技やりたくありませんって感じ。4月に博多座かとりあえず。あ、そうなんだ。そう、子供だったのにキャスティングされたってことだもんね。いや違うよ、もうさ、あれは嫌がらせだと思ってんだけど。逆に。あ、東龍門が出る、やった。逆に嫌がらせだと思ってるんだけどな。最後にやってみないかって言われて、嫌ですって言ったけど無理だった。だけどもあれは別に運営に押されてたってよりかは、あのギャラなんてもらわないよ全然。あのなんだっけ、何、あのそのドラマの制作チームがオーディションをやってたって感じだから、それにその NGT の人が出るのは決まってたけど、てかなんかその今は知らないけど、当時はあの、え、違う、ギャラなしってか、そういうことじゃなくて、なんかそれに出ることによって追加のギャラが出るとかはないの。あの年俸制みたいな感じだから、1年間の最初に総額が決まってそれが分割されてるって感じなのね。だから多分なんだろう、例えばだからその時に卒業してなくて、でじゃあその前の年にドラマ出てましたってなったら、その次の年がもしかしたらちょっと上がったりとかするのかもしれないけど、私はもうその時点で辞めてたから、それによってどうこうとかないのみたいな。そう、だから出るだけ無駄。別にやりたくもないしみたいな感じだった。そうそう、ギャラ出たらやってますよ真剣に。ボーナス的なのない、ない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 、あったらちゃんとやってるもん。そうそう、世知辛いですよ本当。でもほらね、何も知らない同級生とか相当お金持ってると思ってたと思うけどね、マウが。そんなことないぞと思いながら。アランさんこんばんは。そうです、でしょ、そう、モチベーション上がんないのよ。そう、
年俸1000万ももらえたらいいね。野球選手かよ野球選手なんてもっとか。1000万って年俸1000万でしょ。だから月にしたらいくらよ。100いかんぐらいか。100いかんぐらいでもあったら十分だよね。ね、80ぐらい、80ちょいぐらいか、月にしたら。そんなあったらもっとやってたってそんなあったらもっとやってたよ。そうだよ、こう言ったらあれだけど、作者たちそうだよ、そうだよ、そうだよ。その時にしかできない経験とかをさ、なくしてっていうか犠牲にして、それだからね。そうだから学生楽しみたい子はマジでおすすめしないって感じ。そうでも若いうちからやってないとねっていうのがね、ちょっとあれだけどね。そうそうそう、だからそれでもやりたいんだったらやればいいと思うよ。そこにこう価値を感じられるんだったらめっちゃいいと思う。夢を与えられる仕事だしね。自分の活動で誰かを元気にできたりとか、誰かのまあ大げさだけど生きる意味になったりとかする場合もあるじゃん、そういうお仕事って、芸能界とかってね。だからそれはすごい素敵なことだと思うし、いいことだと思うけど、なんかそこに重きを置けないんだったらあんまりやめた方がいいかなとは思う。三春神雄さん、こんばんは。誰かに思いやすいけど本当だよね。そうだよ。そう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 。でも、まあそのお金でどうこうじゃない経験が得られるのも確かなんだよ。そうそうなの。なんかまあやっぱりさ、誰でもこうできることではないから、みんなができる経験じゃない経験ができるのもそれはそうなの。だから無駄ではないけど、それ相応の覚悟は必要っていう感じ。そうだし、私はずっとそれは無理だなと思ったからやめたのよ。そう、三春神吉さん落花生ありがとうございます。あー、読売新聞に連載持ってるんだけど、未だに自分の給料で生活。え、そうなの？そやばいね。それでやってんのがすげえよ。まだガチか。レバーはね、調理法によるって感じだけど、焼肉屋さんとか行ってて、自分では頼まないかなって感じ。結局自分が売れるために周りを出し抜くからにしてが成功する。そうだよ、そう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 。だからそうなの、それができるかどうかっていうか、なんか そういう言い方すると、なんかそう人気ある人がそうしてきたみたいな感じになるけど、でもまあそれもほらね、こう上手に生き抜くためっていうかね、必要なことだからね。そうだよ。そうそうそう。ごま豆腐さん、こんばんは。そうなんだよね。まあなかなか難しい世界だけどね、うん、そうなの、そうなの。へえ、でもそれはやばい、それはちょっとびっくりした。
ファシュタ食べたいいな。美味しそう。一気なのにね。一気ってこと？乾いたぜ。乾いたぜ。これ速乾タイプでありがたいですね、非常に。ねえ、でもさ、納得できなくてもサインしなかったらアイドルできないからね。ってことだよ。三春神吉さん、流れ星ありがとうございます。スケボーを武器になんとか未来切り開くことがね。本当にさ、幸せになってほしいよみんな。一期生はじめね、みんな幸せになってほしいよ本当。一旦やめてみるってのも手だと思うけどね。だってもうさ、限界あるよね正直。でもね、結局ね、そこでなんかこう名を残しとかないとさ、やめたとてみたいになんだよ。まあでも今は結構なんかちゃんとしてくれそうだけどね、その後のプランみたいな。知らんけど、それも人によったりするのかな。金持ちと結婚して優雅に。いや本当だよね、わかる、それが一番いいよ。本当だよねじゃねえよ。おいおいおい、ショールームのギフトとかの集計年俸とは別とか。え、別だけど、マジでビビたるもんだから、ほとんど取られてますからあんなの。そうだから、みんな投げないでって思ってた、あの時。あの時さ、みんなさ、そうやってさ、そういう風にさ聞くからさ、みんなさショールーム頑張ってくれたりとかしてたのよ。当時はさ、イベントとかなかったしね。てかなんかその参加券みたいなのなかったし、そういう48グループのやつ。まあ今もそうか。でもなんかさ、なんていうの、そういう今みたいなファッション系とかはなかったんよ、私がいた頃はね。そうだけどさ、みんなさ、お誕生日とかにさタワーとかさ立ててくれるじゃん。いや、ガチ投げないで。って思ってたよ、中学生ながらに。中学生、まあ中高生、うん、本当に。でもさ、そんなん言えないやん、そんなこと言えないじゃん。だからさ、ありがとうって思っ、いや思ってたし普通に言ってたけど、いやでもガチでやめてやめてって思ってた。ほぼ私のとこに来ないからと思って、マジ。そうだよ。え、だからさ、もうよりやる気になんなくない？そんなんさ、誕生日にタワー投げないと人気ない。おいおいおい、私やんか。三春神吉さん、レインボースターありがとうございます。ノムさん、沼さん、落花生ありがとうございます。え、そうだよ、
誕生日くらい投げさせありがとう、優しいね。え、そうだよ。それでさ、他のさ仕事もやってさ、学校も行けなくてさ、で公演はさ、なんかおいでとか呼び込まれてさ、それだけのためにさ何時間も前から入ってさ、現場にね何時間も前から入ってさ、学校早退して、それでさリハやってさ、しかも別にいつもと変わらないリハうちらはね、うちらはだよ、うちらはいつもと変わらないのにリハやって、それで何 2時間くらい、何時間くらいだっけ、1時間2時間くらいか、全部でだから1時間半とか待って、ダメだね、ぐちぐち言ったらマニキュア濡れたよダメだ、ディズニーからマジで負のオーラが、あーダメダメ、今日は楽しいことがあったんだから。言うの愛しはそんなにネガティブ、もうディズニーの話したらダメだ、嫌な嫌な子になっちゃった。七子からパワーもらったってこと、そういうこと、何でもこじつけてこう、マジいい加減にしてほしい、いろいろアーガンさん、福内ありがとうございます。今私に一番必要なギフト、そうだよ、さっき笑う角には服着たらとか言ったからね、自分で、え、チュルチュルなんだけどウケるねえ、もっと爪綺麗な形だったらさ、もっと綺麗な腹立つねあんた、本当に何、なんでこんななの。とりあえず伸ばすってことが目標だから、一旦このまま爪が割れずに綺麗に伸びてくれ、頑張れ。よしさんこんばんは、頑張れ頑張れ、私の爪、おー、本当はジェルがいいんだけどね、ジェル、ジェルネイル、爪のどの辺が気に入らない、え、もう全部だよ全部、まあ、人差し指とかはマシなんだけど、まず親指とか幅めっちゃ広いし、もうちょ男爪なんだよね、めっちゃくちゃ、ほらもうさ中指とかもさ、中指って見せ方難しいよね、中指とかもさ、ほら人差し指はまだマシなのだけど、中指とかがもうさすごいさ広いの、幅が、男爪、縦長じゃないって言えばいいの、そう縦長が良くて、魚の餌さんこんばんは、え、なんかマジで爪の矯正とか爪の整形とかあったら余裕でやってるレベルで自分の手嫌いなの、パパに似てんだよね、これが本当に嫌だ、なんかどうにも直せないところっていうか、どうにも直せない嫌な部分って全部パパなの、何なんだろうね。ママはめっちゃ爪綺麗なの、縦長ですごい綺麗なんだよね。ダレルンさんこんばんは、爪薄い、うん、厚くはないかも、手はちっちゃくないけど、そんなめちゃでかいわけでもないかな、そう、すっごい嫌だこれ、だから例えばジェルネイルとかするってなって、長さ出しっていうのがあるんだけど、長さ出しするとまあ割と綺麗な形に見せられるのよ、なんだけど1本800円とか取られるの、だから8000円取られるの、それだけで、長さ出しだけで全部やるってなったら8000円取られるってことなのね。でそっからさらにカラー代とパーツ代ととかってやったら
もう終わりじゃない？ 2,3 万飛ぶと思うっていうぐらいなの。そんなにたった1回のネイルで。え、そうだよ、結構するんだよ。ダレルさん、スペースシャトルありがとうございます。え、そうだから、そんなこともできないし、だからとりあえず1回伸ばして、こう綺麗に、なるべく綺麗にならないかなと思って、あんまね伸ばせなかったのよ、大学の、大学在学中は。だからちょっとこっから伸ばしてみてどうなるかって感じ。無理だったら諦めるけどね。本当にね、いや、これどうしても直せないからすごい嫌だ。どんだけママに似たらよかったと思ったことかって感じ。ねえ、そんなこと言ってもしょうがないんだけどさ、しょうがないんだけど嫌だなって感じ、本当に。だからあんまり手とか見せたくないの。うん、ママめっちゃ爪綺麗、手めっちゃ綺麗。嫌なことか、本当だよね、こんなダメだよね、こんな一日の終わりにさ、こんな暗い話ばっかり。ダメだね、やめよ。ネイルしてもごまかせないの。え、そうだよ、ごまかせないよ。だから長さ出しして錯覚させたいのに、そうするとそれだけで8000円ぐらい取られるからっていう話を今してた。爪を見つめるマウンドを抜くってどういうこと。こう、カエサルさんこんばんは。なんかさ、それ自分じゃ見れないのがおもろいね。そうですよ、でも昔は私癖でもう爪とかさ、こうやって剥いちゃってたの自分で。でもそれもあるんだよね。そう、今はさすがに普通に爪切りで切ったりとかしてるから、でもそれでもだいぶマシにはなったの、これでも、こんなでも。そうなんだけど、もうちょっとって感じ。小ぎつねさん、ハートありがとうございます。そうだから、まあ、今は一旦ちょっとこう育成期間って感じ、伸ばして綺麗に調整して、それを続けていったら定着しないかなっていう、そういう感じなの。あ、違う、なんかなんていうの、むくっていうか、あの、なんて言えばいい、伸びたところをこう自分でむしっちゃうの。そう、ちっちゃい時噛んだりとかしてた。さすがにもうなくなったけどね、噛み癖。カエサルさん、花束と流れ星ありがとうございます。え、しかもまだちょっとおもろい話前のおもろい話なんだけど、あのちっちゃい時爪切りあるじゃん、普通のパチパチっていう爪切りあるじゃないですか。あれを持って、なんかアパートに昔住んでたんだけど、実家がね昔アパートだったの。今は一軒家なんだけど、あのアパートに住んでた時、なんかリビングってかさ、なんかあのそのテレビとかある普通 あの普段の生活スペースの他に、なんかまあ和室、寝室の和室みたいなところがあって、どっちもそんな広くないんだけど、まあ2部屋あったのね一応。でそのなんかその普通のね普段の生活スペースと和室の真ん中に、なんかあのちょっとこう引き戸みたいなのがあったのよ。でその扉をさ閉めて、ママたちのね目を盗んで爪切り持って行って、で和室に行って戸を閉めて静かに
何してるかと思ってママが静かにしてるから何してるかと思ってパッて開けたら爪切り持って両手血まみれのママが出てくるわけ。それを何回もやってました。痛いよね、絶対痛いよね。どうしてなんだろうね、深爪自分でやってさ、でも調節できないじゃん、ちびっこだから。あ、清田さんこんばんは。このコメントにこんばんはっていうなんか返しおもろいけど、え、そう、え、ガチでちまみ、なんかしかも絆創膏ブームってあるじゃん、ちっちゃい子ってなんか怪我してなくても貼りたいみたいな。だけどガチで怪我して貼ってもらってたっていう。そう、可愛い絆創膏貼ってほしくて、ちまみれでも痛くなかったのかね多分ね、まあ、痛覚いかれてたんだろうねちっちゃい時。なんか、あ、そうそう、多分そのもう本当あの深爪をしてただけなのよ、だけっていうかって感じだけど、そう、まあ深爪なだけだったの。そう、なんかさ、あのハンコ注射ってあるじゃん、あれ私泣かなくて痛覚の検査されたのちっちゃい時。点滴とかでも全然泣かないし、なんかね、そんなもうさ誰でも泣くみたいなやつもう泣かなくて、神経通ってないんじゃないかって言われて検査されたことあるぐらいなんだけど、え、ね、そうだから集中しすぎてなんかそのね痛み忘れてるのか、暗いところでやってるから見えてなくて、なんかその痛みを感じてないのか分かんないんだけど、とにかく血まみれだったの。あら、はるかちゃんだ、こんばんは、お疲れ様。痛みに強い子、ハンコ注射なんて今の方が泣きそうだわ。マニキュア塗っちゃったんだよ、今日はイエーイって感じ今日はイエーイって感じそう、もうね、ダメだね、こんなマイナスな話はダメ。明日は楽しみもあるし、もう予定入れまくってんだから私なんて、もうここぞとばかりに。痛覚ない病気、え、そうでしょ、そうだから、そう、なんだっけ、そうなんじゃないかって疑われてた。え、そう、保護っていうか保湿とかはねしてる、めっちゃ毎晩してます。なんかね、この間友達にあのイソップのハンドクリームじゃないや嘘ハンドソープをもらったの。それがなんかすごい角質を取ってくれるとか言って、洗うたびになんかちょっとスクラブが入ってて、でそれがすごい良くて、それで手洗ってからハンドクリーム塗って手袋して寝てる。そうすると朝しっとりになる。あ、そう、洗い物の時のゴム手袋も継続してます。最近ハンドクリームサボってるから手荒れしてるけど、でもねマシです、だいぶ。だからそういうのからもちょっと保護していこうと思って。みやぱんさん、グッド、ありがとうございます。ともみんさん、こんばんは。みやぱんさん、スペースシャトルもありがとうございます。やばい、眠たい話的に爪切り、ちょっと待って、ある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 、爪切りあるよ、ちょうどここに、ほら千鳥柄で可愛いでしょ、百均100均だよ、爪切りなんて100均でいいんだよ。乾いたかな、でこういうのが待てないのよ、せっかちだからえ、この時間までね配信珍しいよね、久しぶりにしたかも。100円で千鳥柄お得だねとか型番わかんないよ、しかもどこの100均で買ったかもわかんない、当たり前に何も書いてないんだけど、え、キャンドゥとかかな、キャンドゥかも、ちょっと探してみて、どこでもあるんじゃない、多分わかんないけど、なかったらごめん。で、ちょっとさ、ディズニーの話に戻っていい？
あのさ、え、ちょ、もう愚痴じゃない、もう愚痴じゃないんだけど、ディズニーの話していい？あのなんかそのいちごのやつ可愛くて、まあそのさ、なんだっけ、あの私と同じでシェリーメイちゃん好きな友達が いるの。あの去年の夏に配信にあの話だけ参加してくれた子がメイちゃん好きなのね、シェリーメイで。私その子の分も買っていこうと思ったの、あったら。なんだけど、まあ自分の分すらもなくて、でその子に話したんだよね、連絡したの、なんか全然グッズなかったわみたいな。で本当は買っていこうと思ったんだけど、買っとこうと思ったんだけど、普通になもう買うことすらもできなくてみたいな話したら、え、待って、来週行くんだけどって言われて、あ、そうなのとか言って、結構分厚い爪だから爪切りはいいやつか。あ、そうなんだ、そういうのもあるよね。私はそんなに分厚くもないから別に何でも平気だけど、そういうの爪切り、あ、貝印はいいね、よく切れるやつだ。100キロ爪切り切れないよ、100キロしか使ってないそうかな。でも男の人とね、女じゃ違うかもしれないしね。そう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 、そうなの、本気で、そう、爪いくすんだったら爪切り使っちゃいます。そうなの、そのパチンがダメらしいよね。だけどね、そう思って一時期爪やすりとかめっちゃ使ってたけど、あんま意味なかったです、あんま変わんなかったです。そうそうそう、でその子あの金沢の子なので、地震があったから2月にしたんだって。いやそれ悔しいねって言ってさ、その子は別になんか被災とかあんましてないんだけど、そうなんだけど、でもさ、まあね、一応何があるか分かんなかったじゃん、あの時は。だからさ、地震のせいで2月にしたのに信じられんって言ってた。そう、怒ってました。そう、だってまだ2ヶ月あるよねとか言って、ほんまいい加減にしてほしいって言ってた。関西弁だからほぼ。でちなみにその子もあの私が言ってると思ってないから、その子も自分が言って会ったら私の分をあの買ってくれようとしてたんだって。なんか意思疎通花丸って感じだった。そう、関西っぽいのいいなって感じ。なんか可愛い方言ってマジで羨ましくない？本当に羨ましい。そんなんだったらガンガン関西弁じゃないや、ガンガン方言使うのになと思って。博多弁とかさ、関西弁とかね、京都とかね、めっちゃ良くない？羨ましい。新潟なんてもう可愛くない代表だからね。怒ってるとか言われるし、怒ってないですけど怒ってるやんそうそう、なんとかとみたいな、可愛くない？そんなん。そうだよ、新潟の方言なんてもう全然ですよ。新潟のっていうか、なんか中越とか田舎はね全然可愛くないよね。なんか品がない。京都とかってさ品があるじゃん。そう、なんとかがとかさ、品がないんだよ。だから嫌なんだよ。
ママも言ってる。だからあの うちの両親は全然使いませんね、方言は。なんかまあ会話とかでたまーに使ってたりとかするけど、基本標準語って感じ。そうそうそう、あのまあ品があるってでも京都とかだよね。あのはんなりっぽい感じとかじゃない。そう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 、いいよね。おしとやかな感じがいいよね。そう、全然なんか、あ、確かに上品な言葉できついこと言って、そうだね、イントネーションに名残が、そう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 、イントネーションってマジ罠なんだよね。全然さ、全然その方言っていう認識で使ってないから、こっちもだからからしだよね。からし、マーが一番気をつけてんのそれ。あとなんだっけ、なんかもう一個くらいあったんだよね。なんか卵卵とか、スズメをスズメとかはあからさますぎてわかる。いちごいちごとかはわかるから言わんけど、そう、そろっとね、もう言わなくなったわ。こっちの友達に通じないからそれでそれも、あ、そうだね、そろっととかね、あのもう方言だと思ってないから普通に使ってたけど、何それって言われて、えってなってそろそろって。靴イントネーション、実はワンも若干少子に新潟にとって分かりにくい。え、そうでしょ、そうなの、難しいんだよ。なんかさ、喋り方とかはさまださいいんだけど、なんかあの固有名詞みたいなとかはさ、もう明らかに違うっていうかわかるじゃん。だからそれがすごい嫌なんだよね、特に。だからそれこそからしなのがからしって言ったりとか、そう、もともとからしだったの私だし、向こうはみんな多分からしって言うけど、本当はからしなんでしょ、本当はってか標準語はからしでしょ。そうだからそれを聞いて直した、それはとかさ。そうだから私がもともといちごって呼んでる人だったらいちごに直さないといけないじゃんとかね。イントネーション細胞レベルで吸い込まれて、まあ確かにねカレシって言ってる人もいるけどね。え、カレシはカレシなの、もしかしてカレシもカレシなのもう何言ってるか分かんない彼氏できてないよ。できてたらいいね知らんうちに自分も気づかんうちに。大丈夫だよ、大丈夫だよって言っていいのそれ果たして大丈夫なの本当にっていう。みんな人によると思うけどさ、みんな的に
そのだ大丈夫なのっていう。あー女の子いるね。私のいとこもそうだったよ。もともと4個上のよく遊ぶいとこ、ちっちゃい時ね、オレオレって言ってたよ、ずっとオレさーって言ってたよ。カメラさんこんばんは、無視無視。そうまだ人生これからなんだ。いやまあねまあね、そうなんだけど。そう今日麦茶じゃない、買ったやつ。あそう、あとその何、マウとそのいとこの共通のおばあちゃんが俺って言ってる。そうだから、でおばあちゃん子だったのすごい昔から、で多分真似して俺俺って言ってたんだよね。さすがに今私になってるけどね。そうマウはマウじゃん、マウは私って感じじゃないからね。じゃあ仕事に、あお仕事中お疲れ様、ありがとう。彼氏ができたら言う前に突然配信で軽く放送事故じゃない？それどういう反応すんのみんな、タワーとか投げてくれんの？おめでとうタワー投げて。てかむしろマウいなくて彼氏が配信ってこと。ぶっ飛び配信すぎるでしょ。かわいい一人称って何？うち、わかんない、どうなの、どうなんですか。何も触れずにコメント。確かにね、チャンネル間違えたかと思うよね。大丈夫だよ、安心して。安心できるのか知らないけど安心して。てかまずさ、そんなさ、あのそんな新しい出会いがない。ないっていうか別に切り開こうとしてないしね、私も。何もう一人称の話になってるしね。何なんだろうね、わっち、おいどん。理想高いの。でもそんな、わかんない、どうなんですかね、これ高いに入るのかな。でも別にほんと最終もう優しくて私のこと大好きだったら全然いいです。あ確かに配信者と付き合っ、あカップルチャンネルみたいな、なんか嫌じゃないそれ。なんかさ YouTube とかもそうだけど、なんかそのカップルチャンネルみたいな、別れたら気まずくないっていう。俺じゃん。そう優しくて私のこと好きでいてくれたらいいかなって感じ。わがままを言うなら身長私より10センチ以上は高かったしない、175あったら嬉しい。あ夫婦チャンネルはまあいいんじゃない。そもそも男の愛人じゃうさくさいじゃん。そうなの、見たことないわ全然。身長175以上あったらうわ嬉しいって感じ。そう私身長高いのがコンプレックスだから、あの身長を気にして靴を選ばなきゃいけないのが嫌なのよ。身長我慢してもろってとか言われて。そうあとはあとおしゃれだったら嬉しいかな。おしゃれっていうかなんか服が好きだったら嬉しいかなーって感じ。お顔の好みは割と目がパッチリ目、パッチリ目が好きです。塩顔とかは全然好きじゃない。でも別に正直あの見た目に関しては好きになったら関係ない私。頭頂部に5センチってどういうこと。どんどんじゃそれな。いや別にいいとか言っといてね。
そうそうそう、冬物買いまくる。え、いいじゃん、冬物なんて今がチャンスだよね、買うのね。え、そう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 、なんだろう、え、でも、うん、そのなんか条件に合ってるみたいな人がいっぱいいる。顔より性格、うん、じゃない？性格とか中身じゃない？やっぱだってさ、あれじゃん、あの結局さ、例えばめっちゃイケメンだとしても、いつださんこんばんは、例えばめっちゃイケメンだとしても自分のことを大事にしてくれないイケメンだったら一緒にいるのしんどいじゃん。自分が好きでもだよ、相手からの好きが感じられなかったらしんどいじゃん。だってさ、自分別に見返りを求めてお付き合いするわけじゃないけど、としのりさんこんばんは、だけどなんかそのやっぱ同じくらいのさ愛情をくれた方がいいじゃん。心なしかは、嘘、眠いのかも、そう泣きそうになってる泣きそうになってる、まあ悲しくないよ。としのりさん流れ星ありがとうございます。いや、そう、うん、だけどまあ別に見た目が例えばじゃあ自分の好みじゃなかったとしても、自分に愛情をくれる人だったら別にいいんじゃないって思うんだけど、なんかその長く一緒にいることを考えたらやっぱり中身じゃないって。でも見た目はそれでも大事だと思うよ。だってそのそもそも多少はさ、こう自分の好みに寄ってないとさ、それ以上になろうって思えないじゃん。友達以上になろうって思えないっていうか、思うことないかもしれないじゃんね、っていう感じだから友達からだよね、そういう人はね、きっと。え、でも私今まで好きだなって思った人そんな多くないけど、この人いいなって思った人はみんな顔違うっていうか、その顔の系統が偏ってるとかじゃない、全然違うから、多分なんかその顔はあんま関係ないっていうか、自分のそう、なんて言えばいいの、絶対こういう感じじゃないとダメみたいなのではないですね。そうそうそう、中身は見ただけじゃ分かんない、ほんとそう。そう、好きになった人がタイプって感じです。そうだから それがたまたまイケメンだったらラッキーってだけで、別にイケメンじゃなきゃそういうことにならないとかはないし、逆に絶対こういう人は無理っていうのはケチケチ絶対嫌、マジ嫌。なんかおごってほしいとかじゃないんだけど、え、なんか別に自分がお金を出すことが嫌とかじゃないの、全く。なんだけど、なんか別にそんなん言わんでも出すってっていう感じなのに、なんかしっかり1円単位とかで割ろうとしてくる人とか、いや別にそんなん言われんでも出すからって思っちゃう。ケチマジ無理。好きになる子の顔バラバラ、おしもバラバラ、あ、そうなの、ガチでや、なんかちょっともうこの話大好きなのは、これママの話じゃなくてママの話なんだけど、このママが若い時のケチの話大好きで、クーポン使う人、付き合ってたらいいかも、だけど付き合ってない状態でクーポン使われるのちょっとちょっとだけ嫌かも。別にいいけどね、あの見てないとこでやってほしいじゃん。あのさ、ママがまだ全然パパと出会う前、もっと前、学生の頃に、あのママ短大生だったんだけど、短大生の時になんか先輩かな
え同級生かな分かんないんだけど、なんかそうかっこいい人がいたんだって、イケメンで、ママはうわすごいかっこいいみたいな感じで、でなんかグッドさんこんばんは、なんかその人が友達の友達かなんかでこう接点ができたんだって、そのイケメンと先輩かな、でなんか友達の友達って感じでこうちょっとなんていうの接点ができたのある時。いやポイントを使う、うん、まあいっか、クーポンぐらいいっか、クーポンとポイントぐらいいっか別にえそう、それであの、友達になりましたと。でなんかそのグループとかで遊ぶようになって、まあ、一緒の空間にいることが増えた。でママはその時もいいなって思ってたんだって、その人なんだけど、なんかそのお金を出さないとかじゃなくて、その人なんかじゃあみんなでどこどこ行こうよってなった時に、お金ないからなみたいなとか、あとなんかなんていうの、あのみんなが順番に車出してんのに、自分は車出さなかったりとか、なんかあのなんていうの、ちょっとこうケチっぽいっていう感じだったんだって。でその遊ばない時ってか、そのさまだママとその人にあそうそうちょっとずるい感じなの。そうで、その人とママに接点がなかった時はそんなこと知らないじゃんママ。だからうわかっこいいいいなって思ってて、なんかちょっと好きだったんだけど、一緒に遊ぶようになってそういう面を見るようになって、うわこの人無理ってなったらしくってでママはもうなんかそういう恋愛モードじゃなくなった。でも普通に友達としてはまあ別にいいから、まあ、遊んだりしてたんだけど、そのママが恋愛モードじゃなくなってちょっと経った頃にその人に好きって言われたらしくて断ったらしいガチでおもろい、この話も大好き、マジで何回聞いてもおもろいんだけどこれ。そう、それですごい冷めちゃったんだって。めっちゃおもろいよね。そう、これマーがママの今まであったエピソードの中で一番好きな話なんだけど、えマーはなんかそれを昔から聞いてるからっていうのもあって余計ケチが嫌ですそう、えそうだから、もしママがその人と結婚したらマーは今いないかもしれないし、まあ、この見た目じゃないかもしれない、もっと良かったかもしれないけどね、イケメンだったらしいからどういうイケメンだったんだろうね、わかんないけど、あそう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 、女の人はねほんとそうなの、一回冷めると終了めっちゃおもろいと思って、そうなんかケチはやだな。えあとは普通になんかえわかるね、どんなポイントなら OK だけど、ポイントなら全部一緒だよそう、えでもパパ別に、私別にパパあれだと思うけどね、普通にあっさり系のかっこいい人だと思うけどね、塩顔じゃないパパは、なんかタイプじゃない別にパパみたいな顔タイプじゃないけど、シュッとしてるなとは思う。そう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 、でもねなんかママのタイプと私のタイプって違うくて、当時のママがかっこいいなって思ってた人は多分私には刺さらないタイプのイケメンなの。なんかあの昔のイケメンってさ、反町さんとかじゃん、反町隆史さんとか、今で言うイケオジみたいな、今のイケオジが若い時みたいな感じのかっこいい感じだったって。だから反町さんとかそっち系な顔って言ってたの確か。パパはあっさり系でも、ママね塩顔好きなんだよ。だからきっとタイプだったんだと思うよ、パパのことが。ママはマウは塩顔好きじゃないけど、ママは塩顔好きなの、あっさり系が好きなの。そう、自分がさめっちゃパッチリ二重とかだから、逆にその自分が持ってないなんかあのこうキリッとした人への人とかが好きなのよ、すごい。そう、私はなんか多分どっちかというと自分と
似た属性の人が好きなんだと思う。その顔のねパーツとかがちょっとこう似てる感じの人が好きで、ママは本当に真反対の人が好きみたいなタイプなんだと思う。そうでも面白いよ、本当に本当に面白いよママの話。もうそのケチの話が本当に好きや。そうそうそう、うわケチだ無理ってなってって言ってた。そう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 、嫌ですね。だから別になんかその割り勘とかは全然いいし、てかなんかむしろ全然自分が食べた分ぐらい自分で出しますっていう感じだけど、私ね意識的にはまあもちろんね出してくれるって言ったら、あいいのごちそうさまですってなるけど、そうそうそう、財布出す気ないとかではないし全く。そうだから別に割り勘だからってマイナスにはならないって感じかな。ママはバブル世代、バブル世代ってどれぐらいなの？少し多めに出してもらっていいわ、やだな。いやもうそんなん全部出すわじゃあって言っちゃうわ。バブルの恩恵を受けてないと思う。あ今の50歳以上、あー微妙ー、ギリギリ違うかもね。じゃあ世代ではないかも。なんかそのバブルの時代を生きてはいるけど、なんか土世代ではないかもしれない。多分ママのお姉ちゃんとかじゃないがギリギリ世代かぶってるかなぐらいじゃないかな。ちょっとあんま分からんけど、そう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 、まあしたことないよ。おもろいね。そうそうそう、ほんとそうですよ。崩壊直後ぐらい、ああそうなんだ。バブル期はまだ10代んじゃないかな多分ね。おもろいねこういう話。しかも親のそんな話おもろくない、知ってんの。まあ割と何でも話してくれるからあれだけど。マジで面白い。さすがにこの時間だったら寝起きてると思うよまだ。さっきお風呂入ってくるって言ってたし寝たんかな。寝る時でもいつも大体ね LINE 入れてるからね私に。もう寝たって聞いて、絶対寝てないよまだ。配信するよって言ったら頑張ってっていうスタンプが来てる。頑張ってとは。寝た。振ってんのおもろいね。ヒデさんハートありがとうございます。え、パパのそんな話聞いたことないな、さすがに。起きてた。起きてた。ドラマとか見てんじゃない多分。ママのケチの話で盛り上がってるって言っといた。
既読つかなくなった。あ、ついた。ママがケチって言ってる。いや、昔の。ケチイケメン。おい、とかやめ。やめろ。かりんゆえさん、こんばんは。おもろ。その話聞いてママもケチウリになったって話してるとか言った。面白いね。人のせいだけど。おもろ。無理だったとか言って。ガチでとか言ってんの。おもろ。キラキラして、キラキラして見えてるうちはまだ我慢できるかもだけど、魔法解けたら終わりだよねって言ったら、それな、一瞬だった。ねえ、おもろいから。ほんとこの人どうなってんの。親が親なら子も子だよね。マジ似た者親子ですわ。最初で最後の一目惚れ。ママの思い出返してくれとか言って。いいだろ別に。思い出は思い出は思い出でいいだろ。どうなんだろうね。その人その後どうなったんだっけな。マーボーさん、こんばんは。感動の再会する。でももしかしたら家庭の事情で一家の生活で呼ばれて、いや、そういうタイプではなかったと思うよ多分。それだったらさ、多分ママも分かってると思うし。その人のその後って知らないんだっけって聞いたら、知らない、興味ない。どこで何してるのかも不明。冷めすぎだろ。おもろいな。うん、パパは多分あの一目惚れとかじゃないよ。
同じ職場だったのパパは。そうで多分それも何人かで最初遊んでて、そっからだと思う。めっちゃおもろいわママ、本当におもろい。ママも結構ネタの宝庫だからね、面白いよ。でもさ、この話がさ強烈すぎてさこの話しか覚えてないんだけど、面白い本当に。あとはもう浮気とかする人は論外ですね。私もうそれ一回気づいたらもうダメ。そう、あの平気で歯ブラシでトイレ掃除とかして出ていくタイプっていうぐらいには許せないですね。人としてあかんと思うでしょ、いるからそういう人。マシュマロさんこんばんは。いるいる、ガチでいるよ。まだママにさえ黙って取っておけないとかね、聞きたいね。そうマジで嫌、無理ですね。そんなタイプ初めて聞いた。いるよいるよいるよ、普通に最近いるよ。 TikTok とかでたまに回ってくるよ。あの同棲してたのに浮気されたから復讐して出ていきますとか。でもなんかその肉体的にだとあのこちら側が不利になる可能性があるじゃないですか、罪に問われたりとか。だからなんかその地味な仕返しみたいな、たまに見る見る。あとツイッターとかでたまになんか回ってくるよ。あの冬はどっちだっけな、冬は暖房の温度めっちゃ高くしてつけっぱなしであのリモコン持って帰るとか、だから夏は逆にエアコンの温度超低くしてつけっぱなしにしてリモコンだけ持って帰るとか、テレビのリモコン持って帰るとか、そういう地味なやつとか。地味だけど困るじゃん、地味に。とかだからそれこそその人が普段使ってる歯ブラシでトイレ掃除してそのまま戻していくとかね。あ、そうそう、結婚する前じゃない多分。いや結婚とかしてたらね、もう不倫なんて裁判しますけどね。 もらえるもんは全部もらっときますよ、そういうのは。タイマーだよね、そんな野放しにするわけないだろ私マジで地の果てまで追いかけるタイプなんで、そういうことされたら。そう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 、電気代とかさ。そうだから、あと水道の水出しっぱにして出ていくとかね、そういう人いる。そうそう、裏切られたらって感じ。あ、そうだから、あと冷蔵庫のコンセント抜くとかも見た。すごいよね、てかよく考えつくくない、そもそも。なんかさ、それをさ、自分はさそういうので見てるから、あ、こういうのもあるんだって思うけど、それをさ一から考えつくのがすごい。普通にそんなん思わんもんね、だって思いつけない、普通に。まあでもね、本当に嫌です、浮気とかは。マジで別れてからやってくれと思うね。なんでそれができないかね。簡単なことなのにさ、別に別れてくださいって言えばいいのにね。彼女が浮気した場合じゃないの、あんま流れてこないけど。でも世の中にはいるでしょ、普通に。なかなか珍しいと思うけどね、女の人が浮気するって。でもいるよね、いるいる。考えられない。つぐみんは穏やかで優しい風さんこんばんは。別に嫌なら別れればいいじゃん、なんでそれができないのって思っちゃうんだけど、普通に。
嫌とかじゃないのか、なんか毎日同じ料理ばっかりじゃ飽きるからってこと、つまみ食いしたいなみたいな。そんなだったら付き合わん方がよくない、普通に遊んでればいいじゃんね、ずっと。そしたら別にさ誰に何も言われないじゃん、思わない？私もママと一緒で一回興味なくなったらマジでどうでもよくなる人だから全然いいですけど。はあ、おかしい。のりっこさんこんばんは。そうそう、ちょっとまた今度聞いとくね、ママに面白い話ないか人のネタで配信してんのおもろいけど、ほんとママやっぱさすがだよね、やっぱ長い年月生きてきてるだけあるあのやっぱ人生経験がね、私なんかとはもうね比にならないぐらいだからね、やっぱおもろい話いっぱい持ってますよ、やっぱねネタの宝庫ですわ、ありがたいっすわ。ちょっと私はねまだこんなね面白いエピソードはないので、確かにパパにも聞いてみるのもありだね、なんか今まで、え、でもパパの恋愛事情とかあんま聞きたくない結構どうでもいいしあんま聞きたくないけどね、まあ機会があったら聞いてみるわ。パパはね割となんかちょっとこうまあ B 線寄りだよね、なんでママに行き着いたんだろうっていうぐらいなの、なんか好みが、え、本当にそうなの、なんか例えばさアイドルグループとかでもなんかその王道可愛いみたいな人じゃないのよ、好きってなってる人が。そう、なんかあのビジュアル面みたいな人が好きとかじゃないの、全然芸能人とかでもね、なんかそのグループの芸能人とかで、え、そう、ちょっと個人名は出さんけども、でもなんかそういうアイドルグループとかが好きってなってもそのビジュアル面みたいな感じの人じゃなくてっていう人が好きだったりとかしてたの。だからママにずっと B 線って言われてたんだけど、でもなんでママに行き着いたんだろうなっていう感じ。私からしたらママはすごい可愛い感じの人なのね、可愛らしい感じの顔つきなの。そうだから、だしまあなんか好きな芸能人とか見てても、まあ、確かにママとは違う感じだなっていう感じなんだよね。え、うん、あんま言えんよねあんま言えんよね、ちょっと。そうそうって感じ。そうだけど、そうなんでママだったんだろうなって。え、ちなみにさ、おにゃんこクラブのビジュアル面って誰だったの？私が知ってる人かな？有名な人？おにゃんこクラブのビジュ面っていうか王道面って誰だったんですか？ちょっと知ってる方、有識者の方ちょっとコメントしてほしい。あれ待ってちょっと待って、あれビジュアル面なの、あれあれれれれれれ、ちょっと待ってちょっと待って、あれ認識が違うな、あれれれれ、ちょっと待って
あれれれれ、ママとさ、あれのさ、好みが合ってないだけか。え、国商さんとかじゃないんだ。いや、あのね、パパはちなみに新田恵里さんが好きだったの。なんか認識が違うんだけど。そう、パパは新田恵里さんが好きだった。あと、あのおにゃんこじゃないけど森高千里さんとかね。私がおばさんになっても本当に変わらない。そう、冬のオペラグラスねってやつでだっけ。でで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 、じゃあ分かる、新田さんにスってみたいになってるよね。ママはあんま好みじゃなかったらしい。私はあんまりさ見たことないから、その若い時をね見たことがないから分かんないけど、ママ的には刺さってなかったみたいで、いや全然分かんないって言ってた。秘密結社猫耳さんこんばんは。シャムさんこんばんは。うん、確かに森高さんそうだね、美人系だね、綺麗系っていうか。ただいまりの、あ、そうなんだ、寝たい台本。あ、そうなの。そう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 、パパも好きだった。あ、そうなんだ。私は全然あのそのおにゃんこ事情はわからないのであれですけど、セールフクオですよね。そうそう、そんな感じでした。パパとママはね多分好みが合ってないね。そう、うん、かえ来られるのに興味ない。あ、そうなんだ。そう、ママはねチェッカーズが好きでした。フミヤが大好きだ。だから去年の紅白とかも超楽しそうに見てたよ。張り付いてた。テレビ。もうテレビとこんな距離で見てたから。はぁ、やっぱかっこいい。これで還暦だよ。でも8万回ぐらい聞いた。そのこれで還暦だよ。8万回聞きました、もう。よかったねーって言って。そう。いや、ガチで200回くらい聞いてる。8万は持ったけど、結構マジで200回くらいは聞いてますね、もう。これで還暦だよ、信じられなくないとか言って。まあでも確かに、見た目よりは若いよね、全然。確かに還暦には見えん。しかもさ、すごくない？中学生の時から付き合ってる人と結婚してんだよ。おーい、そんなことあんの？っていう。素晴らしい。声も出てるしね、まだ。かっこいいなとは思う、でも確かに。君だけをってやつね。そうらしいよ。そう、フミヤ熱狂的オタクのママが言ってた。君だけを傷つけて、僕らはいつも遥か遥か遠い未来を夢見てたはずさ。
確かに老けないタイプの顔だし、うんうん、風に吹かれて英才教育すぎるだろ。ちっちゃな頃から悪ガキで15で不良と呼ばれたよ。ねえ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 、ああ分かってくれとは言わないが、そんなに俺が悪いのか。ララバイララバイおやすみよ、ギザギザハートの子守歌。てててててててれててててて、え、そうなの、フミはちっちゃいんだよね。そう、でも気になんないらしいよママの方が私よりでかいんだけど、でもフミヤは背が低いのが気にならないくらいかっこいいからいいって言ってる。普段は高身長が好きです。そうだからパパもいいってなってるんだと思うしね。ねえ、チェッカーズのね髪型ね、真似してた人多かったみたいだよね。あのフミヤのね、あのこういう前髪のやつね。昭和生まれだよねとか違うんだな、違うんだな。あ、私江口洋介めっちゃ好きだった、ちっちゃい時。なんか医療ドラマみたいなかなんか出てて、しかも髪長かったの昔、すっごい好きだった江口洋介。そう、マウのママはね168センチとかあって、パパが177とか8とか、8もないかな、もう177とかですかね多分。そう、平成生まれ昭和育ちってもうわけわかんないことになってるけどね。そう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 、夏至が161か2くらいなんで、もう私は全然ちっちゃいんですけど。そうだから高身長の両親にしてはちっちゃいうちに泊まってるかなって感じ。それでも大きいけどね、女の子の中だったら。救命病棟24時かな、わかんない、ちょっとあんま覚えてないけど、私がねちっちゃい時にやってたドラマすごい好きだった。それに出てた江口洋介、あの去年のさ片貝祭り、地元の祭りがあって、そこに行ったのよ私友達と。中学の時に一番仲良かった子と行ったんだけど、あのその時に会場に江口洋介来てて、なんか放送みたいなのでさ喋ってたの、めっちゃテンション上がった。うわ江口洋介やばいと思って思いました感想文と思いましたそう、来てた来てた、めっちゃかっこよかった。見てないけどね、声だけでもかっこよかった。そう、片貝に江口洋介いると思って、同じ空気吸ってるわと思ってね寝顔タクなのおもろくない、私。そう、うん、そんな感じかな。あと誰だろうね、ママの好みの人。でもね、ママがかっこいいっていう人ってか、マウがかっこいいっていう人はママにあんま刺さらないんだよね。あんまり刺さらない。刺さる時もあるけど、あんまり刺さらないけど、まあママ、うん、あんま好み似てないかな。合うところもあるけど合わないところもあるって感じ。でマウといとこはマジで合わない、もう正反対って感じ。どの範囲なら同じ空気、いや同じ会場内だったらいけるでしょ。その片貝祭りの会場内だったら同じ空気やばいね、もう2時になるね、眠いね。45分に終わります、あと4分。眠てえわさすがに。
あ、そう、多分そう、何系イケメンかによるみたいな、イケメンの中で違う範囲、そう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 。でさ、あの、いとこの一押し有名人韓国人なんだよなとか、私もあんま名前わかんないんだよね。でも私といとこが唯一かぶったイケメンは、あのキスマイの玉森くん、玉ちゃん。あ、でもいとこはあれとか好き、あの坂口健太郎さんとか中村智也さんとか、あとあのなんだっけ、ストーンズの松村北斗くんもかっこいいって言ってたけど、私はどの人も刺さらないんです。そう、いとこはね、あっさり系、もうほんと塩顔が好きなの。そう、もともと付き合ってた人もすごい塩顔だったの。私には全然刺さないタイプ、そうだった。だから多分マウといとこが同じ人を好きになるってことはきっとない、天と地がひっくり返ってもないかなっていう。だからそう、タマちゃんみたいな人が出てきちゃったら分かんないけどそうそうそう。え、でもね、いとこは多分そんな身長とか気にしてない。いとこマウより全然ちっちゃいし、153、4とかしかないから、そうそうそう、全然あの多分170くらいでも全然大きくなる。私からした175とかぐらいになるから、全然多分身長はそんな気にしてないと思うけど、そう、たまたまね高身長な人なんだよねきっと。そう、あとなんかその韓国のその K-POP のアイドルとか私全然わかんないから、なんかその雑誌とか見せられてさ、え、この中だったらどれがいいとか言われるんだけど、別にどれも刺さんないの。だけど強いて言うならこれかなみたいなのも刺さんないのよ。刺さんないってか合わないの全然。で、え、じゃあ推し誰なのとか言って、これとか言って、いやこれみたいなそう、ライブに連れて行かれたんだけど、どうだった。あ、あの会場に行っただけ、会場迷子になりそうだからって言って会場に行っただけで、中には入ってないんだ。そうで、終わるの待ってたの。だから全然見てない、わかんない。いとこはケチもけ、わかんないな、わかんないけど嫌なんじゃないかな。あ、そうそう、うちわ作ってあげたいとか、なんかあの文字、名前の文字みたいなの作ってあげたいとかはしたけど、私会場入ってないの。そうだからわかんないんだ全然。え、でも行こうって言われたら行くけどね、全然一緒に。そう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 。ママの最近の一押しは、あの今ドラマやってるスノーマンの岩本くん。あの人もすごい塩顔じゃない？でもあの人はかっこいいと思う。ママもサスケとか出てる人。あ、そうそう、中はね行ってないの。三代目で誰が好き？三代目で誰がいるの？まずガンちゃんとか、私ガンちゃんかな。じゃあちょっとしかわかんないけど、でもしかわかんないってことはきっとそれくらいしか興味ある人いないってことかな。なんかああいうなんかこう男男みたいな人あんまかも、ちょっとそも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 ねっていう、うん、私はね王道イケメンが好きです。もうあの何人かのグループだったらもうなんか一番ビジュアル面みたいな人とかが好き。ガンちゃん一番人気。あ、そうなの。へえ、全然わかんない。3代目幼なじみがちょっと好きかも。あのその LDH 系、 EXILE とかそっち系。あ、バンドだったらボーカルみたいなそんな感じかもねそう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 、なんかそのメインどころが好きです私。割とね、そうミーハーっていうか面食いっていうかって感じですかね。45分だ、寝よっか、寝よっか。ごめんねみんな、こんな遅くまでごめんなさい。寝ます、おとなしく。すいません、喋りすぎました。じゃあまた明日みんなすいません、また明日ね。明日も昼間かもしれない、もしかしたら。みんなのおかげであんなにブルーな気持ちだったのに。あ、違う、待って、これすごい語弊めっちゃ語弊やばいね今の。みんなのおかげでブルーな気持ちとか言って、
ブルーな気持ちだったのにみんなのおかげで楽しい気持ちになって一日が終われそうです。ありがとうございました。じゃあおやすみなさい皆さん。また明日。またね。ゆっくり休んでねっていう時間じゃないけど、なるべくゆっくり休んでください。おやすみ。